それではカエルの発生について見ていきましょう。カエルの発生、ね、数分ですが、ね、そう復習してみましょうね。とまずカエルの発生は卵と精子が受精して受精卵となるところから始まります。受精卵、ね、そして卵轄、受精卵から始まる特殊な体細胞分裂、ね、特徴がありましたね。間期が短い、ね、間期が短いから細胞は大きくなる、成長することを、成長する時間がない、ね、細胞は成長せずに次の分裂を行うから細胞がだん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 小さくなっていく。また同調分裂する、ね、1個の細胞が、ごめん、2つの細胞が同じタイミングで2つずつに分かれるっていう、同調分裂するっていうような特徴がありました、ね、特殊な体細胞分裂を卵轄って言います。受精卵から始まる、受精卵から始まる特殊な体細胞分裂を、ね、卵轄って言います。卵轄して言います、ね、ここ、ね、4細胞期から8細胞期になるときは、ね、これ小さな細胞と、ね、大きな細胞に分かれるから、これ不等分裂ですね。カエルでは8細胞期になるときに初めて不等分裂が起きますね。でそしてどん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 また卵轄を繰り返していって、やがて細胞の大きさはどん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 小さくなって、まるでクワの実のような肺になります。これを双実肺って言います。そして双実肺には内部に空洞がありまして、この内部の空洞、内部の空洞をね、卵轄に伴って生じてきた空洞という意味で卵轄口と言います、ね、卵轄によって生じた空洞、ね、口というのは空洞という意味だからね、卵轄口と言います。そしてもっともっともっと卵轄が進んでいくと、やがてね、細胞一つ一つの大きさはもう目で確認できないぐらい小さくなってしまいます。だけどまだ、ね、空洞は空いていて、細胞がもっと小さくなると、今度はね、胞肺と呼ばれるような、肺になります。で、胞肺に空いてる、ね、もう卵轄口とはここの空洞を呼ばなくて、胞肺口って言います。同じ空洞ですよ。同じ空洞ですね。ちょっと広がっただけです。ね、胞肺口って言います。あ、カエルでは、そうですね、カエルでは、これ、動物半球に胞肺口と、胞肺口と卵轄口があるのが特徴的ですね。ウニではそんなことにはなりません。ウニでは全体に空洞が広がっているからそういうわけじゃありませんが、カエルではこれ、動物局側、ね、丸胴ってだけど、ね、動物局側に胞肺口や卵轄口があるのが特徴的ですね。ウニと、ね、見比べておいてください、ね、動物局側ですよ。そして、ね、次に何をするかっていうと、ね、腸を作る準備を始めます。どう腸を作るかっていうと、よいしょ、このね、今度は植物局側から、こうぐいっと内側に細胞がのめり込んでいくんですよ。のめり込んでいく。まるでね、内側に風船をぷくーっと膨らますように、よいしょ、こんな感じかな。内側にぷくーっと風船を膨らますように、細胞がこうのめり込んでいく。こうのめり込んでいく。ね、やがてはね、こっちからものめり込んでいくんですね。細胞が内側にぐーっとのめり込んでいく。胞肺口はね、ここですよ。胞肺口はここ。ここ。胞肺口はね、潰れてしまうんです、カエルの場合。潰れてしまいます。そしてできた新しい空洞。この新しい空洞を、幻腸と言います。これが腸の元です。幻腸は、将来腸になります。そしてこの細胞はのめり込むっていう動作そのものを貫入といって、貫入が起きているこの場所を幻孔と言います。幻孔、幻孔は切れ目のように見えますよ。幻孔はね、正面から見るとこんな風に切れ目のように見えます。やがて初めは上にこう
初めは上だけ、ね、あのグーって貫入していくんだけど、やがてね、やがて横からも下からも貫入するようになって、こんな風に結局ね、初めは上から、ね、初めは上に貫入、上からだけ貫入していくんだけど、やがて横からも下からも貫入していくようになって、やがて丸い、本当に外から見たら丸印が見えます。これを卵黄プラグって言います。ね、まるでお風呂の線みたいなプラグですね、卵黄プラグ。そして原稿はカエルの場合は肛門になります。で、これで腸の元ができたと思ったら次に何するかっていうと、カエルは背中に2筋の盛り上がりができて、背中にこの2筋の、ね、こう盛り上がりができるんですよ。で、盛り上がりができて、で、そうね、できて、で、その盛り上がりがだんだん中央をめがけて近づいていって、やがて閉じます。中央で閉じます。まあ、断面見てみるか。ここ断面見てみると、こんな感じ。ね、断面見てみるとこんな感じ。で、これも断面見てみると、その2つの盛り上がりがくっついて、こんな感じ。このエリア、2つの盛り上がりに囲まれたこのエリアが、神経板といって、神経になるところです。こう断面で見ると、ここだね。ここ。この神経板は内側にこう盛り上がりに隠されてしまいます。神経板は巻かれて盛り上がりに内側に隠されてしまいます。こんな風にしてできた管を神経管と言います。なんか外からは見えないけど、ここにこの中に空洞が走ってて、それを神経管と言います。で、神経管は柔らかく、おたまじゃくしになるときに神経管の前方は脳になって、後ろは脊髄になるんですね。脳と脊髄になります。まあね、あの脳の両側に膨らみができて、それは目になっていきます。まあ、そんな風にこれオタマジャクシね、いろんな臓器ができてオタマジャクシになっていくわけです。まあ、基本的にはこれが全体的な流れですね。もうちょっと詳しくね、この後見てみましょう。